はい、どうもマイクロモビリティ研究所の須藤です。ですね、今回はなんとマイクロモビリティ研究所初登場、バイク女子のですね奥沙織さんに来ていただいております。それではどうぞ。どうも皆さんこんにちは、沙織こと奥沙織です。よろしくお願いします。イエーイイエーイ。初めてということなんで、はい、軽く自己紹介お願いします。はい、サオリンこと奥沙織です。私はライカーウィンドでライカーウィンジャーピンク二輪館キーパーガール、普段はナースもやっております。サオリンです。サオリンって呼んでください。よろしくお願いします。はい、まあ、バイク女子ならではのですね、はい、意見を ぜひこのチャンネルで話をしていただければなと思いますので、まあ、楽しみですね。はい、楽しみですね。はい、それでは早速奥さん、今回のタイトルコールよろしくお願いします。はい、今回はバイク女子が乗る特定小型原付リッチビットシティ試乗インプレです。イエーイ。じゃあ私実は、はい、特定小型原付、はい、初めてなんですよ。あ、そうですか。初めてなんですよ。まあ、なかなか乗ったことある人も珍しいですけど。そうですよね。ループとかにも乗ったことないということですね。ループは、はい、市場で1回公道じゃなくて敷地内ではあるんですよ。はい、あ、敷地内で、はい、まあ、試しに乗ってみたぐらいの、うん、これ本当に公道走って大丈夫なんですか？大丈夫です。本当ですか？はい、しっかりナンバーもついてるんで。そうなんですよ、ナンバーもついてて、はい、このライト何ですか？これはね、最高速度表示灯っていう表示灯で、はい、今これ点滅してるじゃないですか、はい、まあ、この状態だと6キロで歩道も走れるっていうことですね。これはウィンカーとは違いますんですか？違いますね、はい。で、これがですね、はい、まあ、点灯すると、まあ、公道を走れるようになりますんで、はい、今日は公道初走行ということでですね、はい、はい、しっかりとレビューしていただければなと思います。よろしくお願いします。教えてください。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速やっていきましょう。ゴー、ゴー。リッチビットシティは、まあ、定格出力が250W なんで、はい、まあ、特定原付の規格って600W 以下なんですね、うんうんうん、なんで、はい、そうなんですよ、はい、まあ、結構、まあ、抑えめに設計されてるんだけど、はい、まあ、割としっかり、まあ、走ると思うんで、まあ、250W っていうことを考えると頑張ってるかなと。めちゃくちゃ走ってますよ。でしょ。しかもちゃんとその速度を10キロ超えてしまうんじゃないかっていう不安があったんですけど、10キロのスピードで止まってくれるから、はいはい、速度違反をする心配もない。なるほど。で、このブレーキングもめちゃくちゃしっかり効きますね。そう、前後ディスクブレーキなんでね。両輪ディスクはいいですね。で、小型原付き意外とね、はい、ブレーキしっかりしてるモデルやっぱ多いですね。そうですね、うん、やっぱりあの安全性っていうのがかなり重要視されてるっていうのが、いや本当にね、安全性めちゃくちゃ大事ですよね。大事です。乗る人も、うん、まあ、周りからしたらまだ見慣れない乗り物だから、それ大丈夫なのっていう心配も周りも見てもあるし、本人も大丈夫かなっていうところもあるんで、ちゃんと安心な装備をしてくれると、もう安心して堂々と乗れますよね。それは大丈夫なんだぜっていうね、うん。サスの効き具合とかどう？柔らかい。やっぱり柔らかい。すごい柔らかい。乗り心地抜群ですね。乗り心地いいですか？まあ、これね、航続可能距離も30キロから40キロなんで。この方の10キロ以上は全然大丈夫なんですね。そうそうそう。長い時間乗ってても、はい、まあ、乗り心地良かったらそんなに苦にもならないと思うんで。ね、何よりもね、こう、まあ、坂道の時にね、止まる時にバイクの人って坂道発進って怖いんですよ、やっぱり。はい、せやけど、はいはい、まあ、両足がこんなにつく、しかも軽いから止まる時の不安がゼロ、はい、あ、しっかり両足ついてますね。そうそうそう、だって自転車と同じなんだもんって思っちゃいますね。あ、え、乗ってるバイクって両足つかないの？つま先ちょんちょんって感じですね。あ、つま先ちょんちょんか、じゃあしんどいですね。なんかちょっとこう後ろとか向けちゃうですね。ありがとう。そんな余裕まで出ちゃうぐらいの。
そうだって今泊まってるところも何気に坂道ですからね、ここ。そうなんですよ、うん、でも本当に自分が立ってるだけって感じですね、うん、お尻で自転車ちょっと支えてるけど、ほんま自分が道坂道に立ってる感じと変わらないから。なるほどね。ちょっと坂道に入っていきますね。はい、おお、なかなかの坂道ですね、ここね。うん、今ね、私ね、10キロです。12キロ。全力でひねってる、それ。いやいや、じゃあ半開きぐらい。半開きぐらい。前詰まってるからね。全力やってみたいですね。うん。OK、いきます。ちなみにね、後ろの GFR02 今全力でひねってるけど20キロ出てないね。あ、そう、今全力でひねって17。あ、でもここ結構急だわ、ここね、もう17、離されてる。え、マジですか。これはやっぱあれですかね、ここだから体格の問題とか。体重の問題だね、これはね、多分。楽しいな、今18キロです。あ、これ15キロだ、うわ、しっかり登るな。これほんまに自転車やったらまあまあきついと思いますよ、ね、いや、これ自転車きついよ、これ。やばい、そう、多分自転車で今息切れしてますよ、この辺やったら。ねえ、後ろ振り返ってみてみ、これ結構、ね、急だよ、これ。ほら、ね、でしょ。これはチャリで私はきついですわ。これね、坂道って上から見るとね、きついのよ。登ってきたなって感じしますね。いや、登ってるね、しっかり。すごいな。いやけどいける。わぁ、お前明日から見た坂道結構な角度やで、うん、そうそうそう。あ、行ってる行ってる。登れんのか、登れんのか、ほんまに行けんの。まだ13キロくらい出てる。私も今14キロです。まあ、これ、ね、俺の場合ペダルあるからね。そっちはあのペダルないけどね。そうですよ、これは私足を貸していただいてるんで。え、こいでんすか今。こいで、こがないとあかんないよ、これ。これね、でも周りから見たらめちゃくちゃ楽しそうやと思いますよ。めっちゃ笑顔で前から乗ってますからね。でもね、これ漕いで上がってんだけど、やっぱアシスト効いてるから楽よ、はい、うわ、振り返りてー、今めちゃくちゃ絶対面白い。後ろ絶対おもろいよな。今14キロです、うん、でなんか14キロだけ聞いたらちょっと少ないかなって思うんですけど、私はあくまでアクセルを全開にしてるだけなんで。登り切った、登り切った。そう、すごいね、しんどさは本当にゼロ。これ下りがね、逆に怖かったりするからね。ディスクブレーキをしっかり効いてくれるから、さすがの前後ディスクブレーキ、さすがだわ。うわ、気持ちいいですね。あ、気持ちいい。結構スピード出てる。結構出てるよ。でもね、うん、24キロ。あ、これ特定原付はモーター駆動じゃなかったら30キロまで出たしいいんで。あ、出てる出てる出てる、ギリギリまだ出てる。でも天気良くて良かったですね、今日。いや、本当に特定小型原付日和。初めて聞きました。初めて言いたくなったから言いません。特定小型原付日和。言いたくなる。いや、今日は本当に特定小型原付日和だな。いや、本当にですわ。いい具合に暖かくなってきたしね。今なんかこれビーンって言ってるんですか、大丈夫ですか。あ、それね、オートクルーズ入ってますね。なので、勝手に走ります、キレならなくても。お前、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 すげー、そういう機能がついてる。すげーすげーすげー、すごいでしょ。ほんなら長距離ツーリングの時とかめっちゃ楽じゃないですか、オートクルーズ行ったら。そうですね、まあ高速可能距離30キロから40キロなんで、まあ、それぐらいの距離走るのもオートクルーズ使ったら楽ですよね。このね、走行してる時の安定性とオートクルーズ、やっぱこれが重なるとだいぶ快適に乗れるんじゃないですかね。はい、ということで、はい、キッチビットシティの紹介をしてきたんですけども、はい、サウリン実際乗ってみてどうでしたか。めちゃくちゃ乗りやすいのがまず第一印象で、うん、そしてメーターがすごい大きいので見やすかったです。確かにメーター大きいですもんね、うん、で自転車感覚で乗れるのに、制限速度20キロまで出るんで本当に楽々スイスイ
初めてやったんですけど、もうめっちゃもうウキウキウォッチングで乗れました。うん、ウキウキウォッチングでね、もうお昼休みのウキウキウォッチングでしたもん、本当に。いや、それ良かったですね。本当に軽いし乗りやすいし、はい、でタイヤもねしっかり溝あるんで、雨の日とか走ってもすごい走りやすいんやろな、滑りにくいんやろなっていうのを思いました。そうですね、まあ、この特定原付の割にタイヤが大きいっていうのもですね、そうですね、この車両の特徴になりますんで。そうなんですよ。14インチありますからね。この後発売なんですよね。そうですね。今のところで公式の価格は、はい、139,800円を予定している、予定まだね、暫定なんでこの後どうなるか分かんないですけど、はい、分かんないですよね。はい、なので、まあ、お手軽に買える価格、まあ、高いですよね。はい、はい、まあ、電動アシスト自転車買うのと同じぐらいの値段で買えますので、まあ、選択肢になってくるんじゃないですかね。はい、持ち運び切りにしたい方にもね、バッチリですね。そうですね、折りたためるんです。はい、じゃあこの動画が面白かったなって思う方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。いや、ポーズがちょっとね、よく見えなかった。もう一回やりましょうか。ということで、この動画が面白かったなって方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。いけろ。はい、それではまた次の動画で、バイバイ。さあ、今日のモビリティ研究所はここまで。マイクロモビリティ研究所はグーバイクの提供でお送りしております。